あるなし問題。共通事項を考える脳トレが全部で5問です。では始めましょう。第1問。ある方に共通することは何でしょう。正解は、ある方は語尾が半濁音でした。すべてひらがなに変換すると、ある方は最後の文字が半濁音、つまり丸がついた文字で、上からパピプペポの順になっています。第2問。ある方に共通することは何？正解は、ある方は後ろに球がついてスポーツになるでした。ある方は後ろに球をつけると、球技スポーツの漢字表記になります。配球はバレーボール、低球はテニスのことです。第3問。ある方に共通することは何？正解は、ある方は「ん」を2つ入れると食べ物になるでした。ある方の2つの文字の後ろに「ん」をつけると、上から寒天、あんパン、ワンタン、にんじん、タンメンのように食べ物の名前になります。第4問。
ある方に共通することは何ですか？正解は、ある方は左に口をつけると別の漢字になるでした。ある方の左に上のように口辺をつけると常用漢字になります。第5問、ある方に共通することは何？正解は、ある方は西日本でした。一般的にある方は西日本、ない方は東日本に分類される都道府県です。東西の境の定義は市町庁や NTT などで少し異なります。